どうも、しねこです。今回も、アニマロッタ、コナステ版で、ギャックポット獲得を目指す、やっていきたいと思います。パート27、ということでですね。前回の、まあ、ほぼ続き回なんですけど、画面がなんか固まってますね。はい、ということでね、画面が動き出しました。はい。で、今回もですね、前回のパートと、パートに引き続いてですね、ファーム3面、ファンヒー3面の計6面でやっていこうかなと思います。ちょっと、音量調節してもいいですかね。はい。で、ワンダーステップ、あと2つでね、ワンダーチャンスに消えますよって感じになってます。まあ、多分、リングアツメルシーンはですね、まあカットになるんかなとか思うんですけど、最初のゲームは見ときましょう。お、ファンシーの真ん中のところはですね、7リンクですね。おお、ハキも来たね。まあ、そこまでかな。さあ、リンゴリーキは、こちらですね。いける？よし、いけるね。22が来たら、起用リンゴですね。で、あとここもですね。22が、22多いな。2番。残念。そうですね、もう22が来てくれたら、まあ、ワンダーチャンスいけますね。っていう感じになってますね。まあ、そう簡単にね、うまいこといかないんですよ。ビンゴー !10 ウィン。おーおー、なんだ？こっちがやね、14リーク、25ウィン。さあ、後輩とリーキかな。さあ、22は来ないね。7。まあ、リンゴはもらえませんでしたが、まあまあといった感じかな。で、ただ、マイナスですね。マイナスですね。まあ、こんな感じで、まあ、リンゴね、食べるまでは、カットしようかなと思います。はい、オールリーキですね。ファンシーフラワーオールリーキです。4が来たら、オールリーキ。おー、やばいやばい。残念、11。ただ、リンゴは獲得ですね。60ウィン。ただ、まあ、マイナスなんですけどね。残念、60ウィン。さあ、あと、リンゴ一つ集めていきます。はい、ということでですね。リンゴは獲得しましたので、次回のゲームから、ワンダーチャンスですね。はい。で、ちょっとね、後輩とリーチがあるので、お見せしようかなと思います。10番。そこまであれだな。12リンク、22ウィン。16、17、19が来てくれたら、後輩とかな。13リンク、30ウィン。17、来ないかな。来ない。お、にゃーっと、おーでもなかった。14リーク、37ウィン。はい。こっからですね。こっから、ワンダーチャンスです。65ウィン。今回は、お、サンシャイン。サンシャインが来たよ、サンシャイン。さあ、前回のパートでね。次はサンシャインかなんか言ってたんですけど、まあ、今回サンシャインって言いましたね。サンシャインワンダーチャンスは、24中、まあ、3ゲーム内で、アニメをね、20体集めたら、サンシャインジャックボットチャレンジになります。3、5、6、7、8、10、12、14、16、18、まあ、通常通りか。まあ、あれだね。スゴロク形式ですね。で、多分、リーキになった時の、そのリーキナンバーが多いんですよね。うん。多いと思います。多いと思います。で、0から9でやると、まあ、ジャックポット並みのね、配当もらえますよと。1000ウィンもらえます。まあ、今回の場合はね。
さあスゴロク形式ワンダーチャンスやっていきましょう。お、チャンスカードですね。ファームチャンスカード、まあ多分、まあどうなんだろうな、まあ、まあ時と場合によるか。19、22、わっとそこまで良くないな。えっ、ない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 、これ一体か取れてない。やばいぞ。もうこうなったらもう1000万もらって帰る。こうなったらもう1000万じゃないか。一球ずつ。さあチャンスカードも、65が来てくれたらあれですね。23ビンゴ10ウィン。さあ65来たらあれかな、まあ、スーパーラインかと思ったけど着替えましたね。1じゃあ2か、2番ビンゴ。さあもう1ラインぐらい欲しいな。9番。ワンダーも怖いし、そこまで配当なかったな、チャンスカード。ワンダー3ですよ、3。8球で3ですよ。やばいぞ。アルマ追加。お、2体追加ですね。いやー、行きたいよ。ジャックボちゃん行きたいよ。1ゲームで3、ひどいな。さあできる限り行きたいんですけどね、あのサンシャインジャクソちゃんにね。さあ2ゲーム目、ワンダーチャンス2ゲーム目、ノーマルカード。現在のスコアこんな感じですね。ワンゲームで3体。22、15、10、4、5、7、2番7番、現在8体。お、ファームワンライン10人ですね。ファンシーのこっち側もラッキーナンバーが来てくれたらどうかな、そこまでかな。17、これで、1000枚なくなりました。1000枚消えましたね。13。あー、このファーム惜しいな。なんか惜しいな。なんか知らないけど惜しいな。6番。そこまでという感じでしょうか。ワンダーがダメだ。ワンダーチャンスがダメだよ。29ブリーン。さあラストワンダー行きましょう。残り8球で20体、あと違う違う、 あと10体ですね。このままだとリンゴしかもらえません。はい、リンゴあげるねって言われてもうおしまいですね。そんなーだよ。ラスト3ゲーム目、リーチも何もなってません。まあ、できる限りね、
18体19体ぐらいで泊まってほしいな。まあ行くんだったらもう行ってほしいけどね。さあ12、14、15とやってきました。さあファームは5番がダブルリーチですね。ラッキー獲得。そして10番、おーおーおーおお、どなんだ、16、18、ああと2ですね。リーチじゃない、リーチで、あれリーチじゃない、あれ123、あれ7から9リーチじゃない7から9リーチじゃないか。技術発射サードドッター、多分7から9リーチですよ。リーチリーチ、7から9リーチ、まあ、あ、入ってるわ、なんか急。そういうことね。あ、そういうことだ。そういうことか。入ってんのか、入ってんのか。あらら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 。入ってるのね。あ、じゃあこれ、ダメですね。入ってるんか。入ってるんか。はい。おー、リーチ？あー、7、19、21来たらリーチです。らしいですね。ありがとうございました。終了、終了、終了。終了か、終了か。あー、残念。ということでね。はい、ってことで、レインボールートになりましたが、まあ終わってしまったので、まあ今回のパートはここまでにしようかなと思います。次回どうなんでしょうか。ということで、もしの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。